台湾鉄路管理局 DR2900 型機動車は台湾鉄路管理局の機動車である。台湾鉄路管理局では1982年7月に東部幹線を開通し、それに合わせて製造した DR2800 型45両により自強号の運行を開始した。自強号の人気は非常に高く常に満員状態が続いたため、 輸送力増強のために1986年に製造したのが本形式である。DR2900 型10両、DR2950 型5両の合計15両が製造された。DR2900 型は DR2800 型同様に両端に動力車の DR2900 型とその中間に 電源用発電機を装備した付随車の DR2950 型を連結した3両編成を1ユニットとしており、最大5ユニットを連結した15両編成で使用される。車体は DR2800 型同様ステンレス製としたが、DR2800 型が車体の裾部を絞り込ませる形状なのに対し、本形式では絞り込みを廃した。また、 DR2800 型では車内に設置していた空調設備を屋根状に移動したため定員増加を図ることが可能になった。その他の車内設備は DR2800 型に準じている。客用扉は手動式の折り戸で DR2900 型は片側1カ所なのに対し DR2950 型では2カ所となった。なお2009年の更新修繕の際に 自動扉に変更された。エンジンは走行用、発電用とも眠図製、NT855R4 の水平型を採用し、各車両に一機ずつ搭載したが、後に DR3000 型と同じエンジンに更新され、出力も 350HP に向上した。一方、DR2950 型に設置されている発電用エンジンは、 出力 270HP であり、1ユニット内で使用する各種電源をまかなっている。DR2900 型は2013年より大東機、つと分団に集中配置され、東武艦船や南巡る船の自強号として使用されている。その他、平東船の全線電化完了まで、長州法領館の区間車にも使われていた。ありがとうございます。